けっぱち浦間や吉田の崖っぱち特別編パチスロ AKB48 バラの儀式この台打たないなんてどうかしてるぜスペシャル、さあこの番組は、パチスロ AKB48 バラの儀式導入記念に、浦間や吉田の崖っぱちの特別版として行います。MC を務めるのは俺、そして頼りになるパチンコライターはこの方。はい、パチンコ一生坊の平山です。よろしくお願いします。お願いします。いやスロット、そうなんですよ、パチンコライターなんで。ほんまやね。そうなんですよ。いける？あのスロット打つのは好きなんですけど、解説とかあんまりやったことがないんで。あーそうなんや。今回は本当こう打つ側に徹したいなと思って。あー、はい、こう人は誰しも浮気するようにちょっとパチスロしたい時あるもん。あ、めっちゃありますよね。あ、今日めちゃくちゃありがたいんですけどもね。はい、さあそして今回は俺と平山の崖っぱちチームがあるチームとバトルを行います。それでは対戦相手となるチームに登場してもらいましょう。どうぞ。どうぞ。誰ですか？アニメスラムダンクでおなじみのカーネル・サンダースです。スラムダンク出てへんやん。安西先生ことセブンバイセブン玉木です。お願いします。お願いします。どうもアニメカイジでカイジやってるカイジです。お願いします。やめてな、蓬莱です。お願いします。蓬莱お願いします。まあ蓬莱はね、パチンコパチスロもうライターさんにも友達多いし、ね、い知ってますけども玉木も、うん、彼はあのパチスローの高設定狙いの方をよくやってるんですけど、はいはいはい、僕はあの基本的にハイエナの世世田谷のハイエナしてる。何やねんお前、安西先生から何学んでんの。だからこの俺と平山対この2人か。はい、うん、そうですね。よし、あの、はい、これ新鮮な対決ですね、うん、さあここで本日のバトルのルールを説明します。今回は崖っぱちチームとパチスロ大好きチームに分かれて3番勝負を行い、勝ち越したチームの勝利です。はい、勝利チームには全国共通商品券をプレゼントしますので、はい、張り切っていきましょう。はい、1日外出券じゃないんですよね。1日外出券じゃないですよね。近から違います。全然外出券自由、結構です。大丈夫です。自由です。商品券結構な、そうなんですか。あれなんでね、ペリカで言うたらもう6000万ペリカ。すごいね。ちびっちゃいますよ。まずはパチスロ AKB48 バラの儀式のことを簡単にご説明していただこうと思います。共楽産業広報宣伝課村田さん。村田。共楽産業広報宣伝課の村田と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ほとんどスケロクさんですけどね。よく言われるんですけど。似てますね。そんなに似てますかね。いやいや、もう雰囲気はもう全く同じタイプのワゴン系の軽自動車という感じ。はい、さあ村田さん、パチスロ AKB48 バラの儀式というのはどういう題なんですかね。はい、今回の、パチスロ AKB48 バラの儀式っていうのは主に純粋なボーナスと ART で出玉を増やしていく、まあ、いわゆる A プラス ART タイプのスペックとなってます。まあ、パチスロ初心者の方からヘビーユーザーの方、まあ、AKB ファンの方、誰もが、楽しめるような、まあ、TD スペック、誰もが大好きみたいな。おお、なるほど。というようなスペックになってますね。誰もが大好き、楽しめるスペックだったら DDT でなんかこう、なんかよりいい感じがする。そうですね。で、他にも、このでこれがちょっと象徴的なレバーがついてるんですけども、これが演出のところで発生すればどんな時でも期待度 80% オーバーの、あの熱いところで出てくるようなレバーがついてますね。なんかじゃんけんリーチとかこのままなんかできそうやね。ここに対してセンサーで何か反応してもらって。さあそんなパチスロ AKB48 バラの儀式で行われる一つ目の対決は、うん、ART 神曲ラッシュ早当て対決です。うわ、さすが難しそう。なるほど。パチンコ3番勝負ファーストラウンド神曲ラッシュ早当て対決。
簡単にこの勝負のポイントを教えてください。わかりました。神手クラッシュっていうのが、純増約 1.5 枚の ART になってまして、その ART を目指して戦ってもらうんですけども、で、神手クラッシュに突入するルートが、基本的にはボーナスというものを引いてもらいまして、でビッグボーナスであれば、約 50% で神手クラッシュに突入します。でじゃんけんボーナスを引いていただくとガチの押し順3択勝負になってまして、この辺は前作と一緒なんですけども、それを、当てれば神手クラッシュ突入と。で、他にも前作にはなかった ART にそのまま行くという直撃 ART というルートもあります。近道はやっぱりビッグから、はい、そうですね、ビッグ 50% ぐらいありますので。なるほどなるほど、はい、最初誰からいきますか、モノマネチームは。モノマネって言わないでください。そうですね、本人って言って、本人ってことで、会社案内でやってます。アニメチーム、アニメチーム、アニメチームですね、はい、じゃあアニメチームは僕から、安西先生から。あ、安西先生から、はい、から行きます。じゃあどうしよう、これはまず俺からですね。はい、せやね、いろいろ解説も見ながらやってほしいし。そうですね、はい、じゃあちょっとね、まあごめんね、俺単純にやりたかったっていうのがある。大丈夫です。まず先に。そうですよね。はい、それでは神曲ラッシュ早当て対決スタート。行っちゃうよ。行きます。可愛く撮ってくださいね。はい、行け。左通常何狙いですか。バラの儀式図柄を左リル上段ぐらい狙ってもらうのがいいです。黒バーですね。なるほど、はい。それでチェリーとフォローできるので。これですね。おーおーおお。今回純ボーナスなので、はい、通常時から中押しとか逆押しとかしてもらって全然大丈夫です。来ました。僕の大好きなやつですよ、変則押しですか。はい、やっぱイクマイズム継承してるんで、やっぱタンチェリー、タンチェリー、中押しとか逆押しとかをすると、これはジャックチェリー。あ、そうですね、今のジャックチェリーになりますね。もちろんレア役で広角に上げて、そこでもう一回レア引いてぶっ刺すって感じですね。そうですね、直撃 ART、 神曲ラッシュへの直撃がしやすいところになってます。なんかあれ、あ、なんかいた。連続演出ですね。これで乗り込めば、ボーナスか神曲ラッシュになりますね。おお。やっぱタイトルがやっぱ赤とかあるんですよね。はい、あ、そうですね。赤とかだったらチャンスアップ。ゼブラもあるんですか。ゼブラもあります。おお。で今回ゼブラが出るとき、なんか特殊な音が鳴るんですよ。ヒヒーンっていう。ヒヒーン。ヒヒーンってなるの。なんで結構なんか今までゼブラ出てたの気づかないみたいな。そうです、ありました、ありました、本当に、はい、あれ今のもそうだよなみたいな。さりげなかったですよね、結構ささささって出るから、はい、なんで音が出て、あ、ゼブラ出てるみたいなのが聞けるみたいな。なるほど、ヒヒーンですね。ヒヒーンね。はい、今回も、バラの儀式公演がついてまして、数時間に1回いきなり前代同一斉にバラの儀式公演が始まります。全然レア役引かないよ。引いてよ。まずはボーナスからですね。名言言って、名言言って。はい、名言言って。名言。うん。それで引き込んで。諦めたらそこで試合終了。いや、ちょっと今さ、曲とか流れてんのよ。全然伝わらないんですよ。超通常時。通常時。パチンコとかも。やばこぼしたな。これはスイカが。こっちだ。そうですね、ちょっとこぼした。フラッシュが発生すればチャンス目です。あ、なるほど。ここでフラッシュ発生すればチャンス目。はい。なるほど。フラッシュ発生しなかったら怒ります。おお。これチャンス目、今日まだザワザワはしてるので、AR 直撃の可能性があります、2人とも。そっか、神曲ラッシュ入ればいいから。神曲ラッシュ直撃の可能性はあります。マジかよ。俺はチェリーからか。いわゆる前兆っていう感じになってますんで。あ、みんなか。はい、いや、これ今のはびっくりしました。今のはびっくりしました。だって次回で赤文字だったから。びっくりしました、今のは。で、これ公演終わってからもザワザワしてたら特にちょっと暑いですね。なんでザワザワ暑い。ザワザワだと。ザワザワ忘れてましたよ。キャラクター忘れてました。反応してないよ全然。ワン。なんか煽ってるな。よーし、わかった。わかってきた。お、この辺りでスタンバイモードに行けば本当に暑いです。うんうん。ネクスト。はい。お、これいいのじゃないですか。お、なんか。あ、ネクスト。二回行った。3回目。行くんじゃない？
いやなんか続いてんねんけど。緊急告知。うわー、これ。よっしゃ、俺だけのやつや。俺だけのやつ。あ、三倍ゴールです。ああ、入った。はい。ああ、吉田さんがテンション上がってます。なんか枠がまた青とか緑とかステップアップ、ね、ステージがどんどん上がっていけば色がいいなとか、スタンバイモードにもさらに上のスーパースタンバイモードとかがあったりして、そっち行けばさらに熱い。なるほど。あ、行っちゃった。あ、これが上まで行けば一気に熱くなります。あかー、叫んだけど叫び演出あるの。ファミコンの痛恨じゃないんだから。 B このボタンがアタッと。静か。あ、やばい。吉田さんが稲妻で右腕やられてる。やばいぞ。パチンコの感覚でやっちゃうとちょっと薄いから。あ、なるほど。薄いし高いね。ちょっと安西先生何か起こしてよ。あの湘北を山王に勝たしたあの名将安西先生が何もできてないよ。竹里に負けてるよ。竹里に今からさあ何回の酒あかんか。あ、おーおー、待って、これの演出が出ただけで来たと80%。あ、これ強ロック、リールロックの強い方ですね。強ロックです。あー、スイカや。スイカか。強チャンスメの可能性もあります。スイカが強チャンスメ。強チャンスメ。いやでもあってもでもこれで勝ったら 80% あるからね。おお、あ、こっちも、こっちも来たよ。いけ早く行きますよ、はい、せーの、左手は添えるだけ。よし、あ、これも強ロックですね。強ロック。あ、吉田さん48秒物語。前作でめっちゃ熱かったですね。玉木さんはテンパって変なとこ押してしまった。違う、今めっちゃ滑った。ずるっときた。ずるっときた。赤7に同時当選してる可能性が高い。 あれ揃っちゃうんですよね。だってスイカフォローしたはずだよ。あ、もう一回チャッペだった。チャプター4。さあ吉田さん、ボーナス引けるのか。ここが勝負の時。嫌われる勇気を。あー、コンプリートいかへん。あ、あ、さあ勝負。当たってる。吉田さん行った。入った。あー、コンプリート。よっしゃー。さあ、ボーナス確定ですね。吉田さん当たった。異色。ビッグです。異色とはいえ同じなんでビッグです。ビッグです。これで 50% で、あの、換気ブラッシュに突入するので。ビッグ、ビッグ、ビッグ。 50% で。先起こされた安西先生もミッション突入。安西先生は、安西先生もでも、ミッション行ってるから、もうなんか行ってるからね。行け。今ビッグボーナスを引かれたので簡単に説明すると、ビッグボーナスは、環境クラッシュの当選の告知が3種類から選ぶことができまして、説明を途中にやめてもらっていいですか。すいません。待ってもらってよろしかったですかね。大当たりですね。あの、違うんですよ。地味な星2個だったんで、それ当たらないだろうと思ってたら急に当たっちゃったんですよ。やっぱ80%威力すごいですね。レバーの80%。これですね。これ。はい。借金出たからビッグボーナス。今、前作と同じ最終ゲームのレバーで告知する選抜と、はい、もう一つが、今いわゆる完全告知、はい、ボーナス瞬時大発表演出が発生すれば完璧暮らしという発生した時点で確定という。そうです。吉田さんが選んでるのは、エンジンになりますので、狙えと言われて方程とか揃えば完璧暮らしになります。なるほど。これ48揃ったら OK。 揃えば勝利確定だよ。頑張れ。あ、
見してもらえないですか。そうですね、タイミング的にはほぼ、うん、確かに確かに。でも鳴る気がしないんですけど、全然鳴る気がしないんだ。あのそうですね、前回みたいにキャラクターのあれで継続とかは今回もあるんですか。 あります、あります。あ、告知なかった。告知来ないじゃん。神曲ラッシュに突入できず敗北。さあ一つ目の対決終わりました。はい、安西先生、はい、いかがでしたか。いや、断固たる決意で挑んだんですが、うん、終了してしまいました。見てたよ。あのビッグの時に48を狙えっていうのが出たらもう熱い。エンジンの時は狙えって言った時のカットインの色とかが赤だと熱いとかあります。なるほど。何パターンかあるんですね。そうですそうです。選抜エンジン重大発表ってありまして、はい、選抜はあの前作と同じような感じになってます。最終ゲームでリールが逆回転すれば神曲が、うん、なるほど、それやってました。でエンジンはさっき吉田さんが選ばれた狙えて出てきて、それば神曲ラッシュってタイプですね。あ、それも面白いな、はい。で、もう一つが重大発表という完全告知ですね。もう急に重大発表があったら ART っていう、はいはい、3パターンになります。重大発表あったらもう 100%。 重大発表なかったってことですか。なかったです。何か起こればもうそれでっていう感じ。そういうことだったんですね。あ、平常のな公演。2つ目はオーバーチュア上乗せ対決です。ガチンコ3番勝負セカンドラウンド、オーバーチュア上乗せ対決。さあルールを説明します。スペシャル上乗せゾーンであるオーバーチュアで、どちらのチームがゲーム数をより多く上乗せできるかを競います。はい、オーバーチャーっていうのは、神曲ラッシュ突入時に、はいはい、経由するスペシャル上乗せゾーンなんですけども、ここで48ゾロイを狙っていただくゲームになってるんですけども、うんうん、今回は揃うたびにメンバーアイコンが、獲得できます、うん、でその獲得したメンバーアイコンをオーバーチャーの最後の DD チャージというところで中身が何が入ってるかっていうのを見てもらうっていうゲーム性になってますね。じゃあ実際何ゲーム上乗せできたかというのは最後の最後に分かる。そうです。ほー、楽しい。で、メンバーアイコンも自分の推しメンだったりとかすると、50ゲーム以上が確定したりとか、全員集合のチームサプライズアイコンが出てきたりとかすると100ゲーム以上か、また上乗せゾーン が当選することもありますので、あのもう一丁上乗せゾーンに行く。そうですそうです。夢ある、夢ある、楽しそう。さらに48ズガラがダブルで揃うと約6分の1でミュージックフリーズっていうのが発生することがあります。ほう。でミュージックフリーズが発生するとリバーと、会いたかったの2種類があるんですけども、追加で会いたかっただと7個、メンバーアイコンを上乗せ、リバーだと一発でかいのがドンと上乗せするっていうのが。7個も上乗せありますもん。そうです。その中に推しメンが2つあることはある。ありますね。おー、はい、すごい夢ある。大量のすごいですね。すごいですね。お前なんかコンビ組み立ての時そんな目してたんやろな。夢いっぱいの。さあ、この対決は、どちら挑戦しますか。じゃあ僕行きます。はい、ここは、はい、じゃあこの対決はどうしよう、俺行くか。いや、ちょっとやりたいです。いや、ちょっとでも、はい、打ちたくてしょうがないですね。今回オーバーチャー中に上乗せゾーンが当選してしまうこともあるんですけども、うん、今回ゲーム数対決ということなので、うん、上乗せゾーン1つあたり50ゲームとして換算して、トータルで対決させてもらえたらと思います。特別ルールですね、はい、これはかなり平山と高台の引きの強さとか、はい、ああマチスロの才能、はい、そうです。カイジなんでちょっと結構厳しいですよ。引きが弱いんじゃないかっていう。誰が持たざるものだ。頼むよカイジ。頑張るわ。お願いしますよ。カウンターみたいになるんですけど、はい、何ですか。オーバーチュアに準備中がありまして、今準備中の状態なんですけども、はいはい、1ゲーム消化することにこのカウントが減っていくんですけど、はいはい、ここ粘るほど熱いですね。はい、溜まった方がその後続きやすくなる。なるほど。はい、まあまああそこ48で、それがまあできればゼロに近づけばいいと。そうです。わかりました。はい。はい、では行きます。お。三回はどうでしょう。じゃあここを引き伸ばせば引き伸ばすほどいいってことで、早く引いても。でもちろん、はい、ゲーム数だけじゃなくてチャンス早く引くことによってもストックが上乗せされる可能性があるので、なるほど。いろいろ引いた方が、引いてさらに伸ばした方がこの後が続きやすくなりますね。なるほどなるほど。はい。ハマってるハマってる。よしよしよし、まだまだ。
左だよ。あ、来そうですね。突入力で。お、あ、来た。これで早いぞ、ちょっと。頑張ります。早い早い。これ早いでしょ。まあまあこの、だいたいこのぐらいですね。で、ここからはもう揃い続ける限り継続です。オッケー。最低何回揃うとか。最低3回ですね。で、今このサプライズレバーでスタートっていうことが出たら、ここは揃い、次が揃うのが濃厚な演出なんで、なるほどなるほど、あれが出れば。あの安心って感じですね。なるほど。でもまあ3回以内に来たからあんまり意味はないです。まあそうですね、分かってるっていう。次も継続4回目から、はい、ここまでは3回までだったんですね。ここまでで、ここまではもう絶対揃いますんで、うん、次からですね。でここの狙いのカットインの色が青じゃなくて赤とかだったらチャンスで、これ出たんでまた次も大丈夫ですね。継続 OK。 あ、赤に、まあ、レバー出てるんであれなんですけど、赤になったら継続の方ですね。あ、なるほど。あ、ミルキーストップはまだか。あ、レバーない。あ、やばい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 。あ、やばい、あ、やばいよ。これは危ないですね。これ危ない。あ、そうか、これは赤は継続の方です。オッケーオッケー、赤継続の方。ミレーバー、ミルキーストップまだ。ミルキーストップ。ミルキーストップはピンチの連続でパニックだよ。これ危ないですね。しょぼい、絶対しょぼい。何が入ってるかっていうところですね。おしめんだったらいいってことですね。おしめんだったら50ゲームは上乗せ等なので、うん、か一個一個中身を見ていくかを選べる。あ、でも30、よしよし、40、50、50、お、あと1個、え、ちょぼいだ。60、70ゲームだね。チャンスがある気がする。これはなんか大チャンスだよ。カイジ来たぞ、カイジ。もらった。なんかちょっと中途。吉田さんが落胆してますよ。あ、もうないな。ごめんなさい。彼女と付き合いたてで一緒にパチスロ行ってこうなったらちょっと考える。こいつの何らかの非、そうそうそう、絶対的な。それでは高台スタート。よし、行くぞ、見せてやる。帰って頼むよ。見とけよ、頼む。まずは、そう、ここでハマることがいいです、ね、ここでレアとか引けよ、レア。やべ、軍手滑ってなんか押し順ミスりそうだな。軍手取って、軍手を頼むよ。ポツポツついてるやつでやれやれ。伸びてる、伸びてるよ。粘ってますね。あ、頼むよ、頼むよ。よっしゃ、ね、そこまで有利じゃない。オッケー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 。カイジ、ここだよ。行きます。オッケー。まず最初の3回は絶対揃えますね。押し目は眉ですね。そうですね、そうですね。まず1回、この3回の間にダブルで揃うこともある。あります、ありますし、押し目アイコンが出てくることもあります。 あれさあ、ここまでは誰でも揃えます。そうですね、こっからだろ。こっからが OK。 さあ次から、こっから頼む。おしゃれ、頼む。赤なんで、いいよいいよ。よしよし、継続の方ですね。いいよ。背景が赤。おお、いいね。いけ、よっしゃ。危ない、背景が青。いい勝負、これは分からん。さあどっちでいく。これなんかレバーが光ってるんですけど、何ですかこれは。あ、レバーの方を選んでもらうと、はい、一撃で、乗せたゲーム数が出て表示されるっていう方です。1個じゃなくて、はい、ということは80以上ならば、はい、そうですね、カイジの勝ち。60以下ならば吉田平山チームの勝ち。はい、いきます。はい、せーの、こい。やったよ、カイジ。神を祝福しろ。伊藤光大の伊藤になってるけど。アニメチームの勝ち。よっしゃ。いよいよ最終対決です、うん、はい、今まで一勝一敗ですからね、はい、最後はプレミアムセンターボーナス上乗せ対決です。運命の最終戦、
センターボーナスというのは今期一番の本当大量上乗せが期待できるボーナスになっていまして、ボーナス中はベルが3回成立するまで継続するんですけれども、その間4つの上乗せゾーンと ART のゲーム数を上乗せしていきます。全部を消化し終わった時にはもうすごい大量にゲーム数が乗っているっていうことが、はい、全然ありえますね。さあこちらの対決はこれ誰が挑戦しましょう。やっぱさっき上乗せ、素晴らしい上乗せした素晴らしかったかありがたい僕はもうほんとクソみたいな動きしかしてないので、カイジなんか一撃当てるイメージだけど上乗せ連発するイメージないけどね。そうですよ、最後の一撃かけます、ドカンとへこんでドカンと、なるほどね、はい、これどうしよう。いや、うち大丈夫です早くない、もういいです、自粛でいい、もう上乗せ無理なんで怖い向いてないんで、よし、じゃあ俺がやりますね、はい、マジか、ちょっとごめんね、消費券かかってるからね、そうです、ガチガチなんで、ごめんなさいね、そうだベルの可能性、確率は何分の1でした、はい、これが大体約2分の1ぐらいで、ベルが2分の1ですよ、でそれが3回来たら終わりです。2分の1、3回来たら終わりです。これなのでベルでももちろん乗るので、はいはい、最低でもまあ3個は何かしらあると。頼むよ、カイジ、いきます、はい、狙えば、ベルじゃない時は48ズララが揃います。あ、じゃあ48ズララ狙った方がいいですか。そうですね、え、これ順押しですね。そうですね、あ、まだわからん、もうベルっぽくベルっぽい、あ、これね、すごいすごい、これがセーフのパターンです。で、ベル引いた時にまとめて出てくるので何が乗っていたかが、あ、まだじゃあ今はそれまでは、はい、48をするたびにあのレバーのところにオーラがかかってるんですけど、それがどんどん青とか緑とか、はい、オーラが上がっていきますね。上がっていった方がたくさんストップした、今青になります、青に上がった、あ、本当だ、え、今とりあえずストックはしたってことですか。そうです、内部的にはされてますね、うん、こうなら、おー、すごい、カイジいい引きしてるよ、はいはいはい、いいよ、素晴らしい、今黄色にローラーがありましたね、テンポ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 、結構偉いことになるかもしれない、いいよいいよ、で引いちゃったのでここで告知が入る、1回目の引け、あ、なるほど、これ引きますよ、え、おー、おー、なんかこれ上乗せゾーンが NMB てっぺんチャレンジが3個、うん、ミックスチャンスが2個、うん、SK48 下克上チャンスが2個なんで合計これで7個、やばい、今ストックされました。ちょっと待って、これ終わってみんと分からへんな、どれぐらいいくか、ね、そうですね、これとりあえず3つのゾーンを上乗せしたってこと、はい、はい、この時点 で結構平均としてはもう300は優に超えてるぐらい、はい、平均としては平均としては平均300、吐き出せ吐き出せ素晴らしい、いいね、おー、おー、いいよ、いいよ、おー、いいね、思い出して2分1、サンダークルー思い出して、よし、いいよ、3段目、あとは空圧で押し込むだけ、すごいですね、2分の1なんで、よし、いいよいいよ、しゃー、あいつあー、これ来た、いやでもすごい、でもいいよ、さあ、待ってるガシャコーン、あ、これがまださっきのにプラスこんだけまだ乗りますね、ここ3つ目何の効果だちょいレバーを、あー、もうやめろよそんなのこれで今、サプライズコンボ1つと、はい、ゲーム数が20ゲームめっちゃ乗った、はい、なるほど、でベッドボタンを押していただくと最終リザルトでどんだけ合計が、はい、これで、すごい、これ500は、ちょっと待って、これ今から消化して、ね、さらに乗せて乗せてという展開がね、はいはい、考えられますけど、うん、まあ、今回ちょっと時間も時間なんで、はい、平均それだけの勝負にします、はい、はい、ではまず左上チームサプライズコンボですね、コンボ、はい、これが平均、これが平均1個あたり100ゲーム、100×1、はい、そして右上、これが SKE48 下克上チャンス、こちらは、ベルかチャンス役を引けば必ず上乗せします、はあ、で上乗せしたらさらに4ゲームがリスタートされます、はあ、なので上乗せを引くとまた4ゲームスタート、はあ、なのでまあ ST、はあ、パチンコの ST に近い感じの上乗せゾーンになってますね、うん、はい、これが1個あたり平均大体50ゲームぐらい、なので50とするとまあ200ですね、300、はい、ミックスチャンスが1個あたり平均100、こちら100なのでまあ300、600、はい、600、今600、600、はい、でてっぺんチャレンジは、でこちらは上乗せできたら100ゲーム以上
マジか。リプレイの約 10% で上乗せに成功ですね。逆にもうチャンス役を引ければ P フラッシュが発生して上乗せ濃厚になります。ゲーム以上やねんね。しかも、はい、平均50ゲームなので、250ですね。5個あるので 5×50×5 で850、と、神曲ラッシュ自体の直接的なゲーム数の乗せが20ゲーム今回乗りましたので870ゲーム。え、どんな70スタートですか。夢じゃないですか。夢や。本当なら、この後神曲ラッシュが始まる時に、この特化ゾーンが一個一個出てきて消化して、うん、で伸びていくっていう形になりますね。なるほど、ゾーンに行くから、はい、ということでとりあえず870ゲーム獲得。ざわざわ来た来た。ナイスだわ。吉田さん、はい、準備はいいですか。まあ、テニスやったらもう棄権してますけどね。前の上乗せ見て棄権してるんですか。ちょっとね、点差がかなりもう衝撃的やったんで。ただまあまあちょっと俺も一応 MC として頑張ってみます。吉田さん引きそうだからね。やりそうやりそうなんだよな。ここで何回かあったよそういうシーン。テンパチでいくよ。はい、お願いします。お願いします。おお、まずこれ出るのよ。これは揃ってる。これ目押しミス。そうですね。大丈夫ですか。緊張してません。大丈夫ですか。いきなりベルが揃わなかったら大丈夫です。なるほど、ここでね、さっきコーデ結構押しましたよね。あのセーフで目押しミス。緊張しすぎでしょ。タイム。あ、タイム。タイム。どうしたの。目薬。なるほど、だから目押しがミスってた。だからだ。なるほど。あー、しみる。でも2回ベル揃ってないからね、今んとこ。さあ、すごいよ。来るか。皆さん、これ目薬さしても同じ状況ですけど。でも分かってない。です。これベルじゃないやん。これ揃い一角です。これ出た一角。一角や。これ揃います。いやでもいいですよ、いいですよ。ベルじゃない。ベルじゃないから。ベルじゃないから大丈夫です。わあ、俺最後だけがな、情けなかったからな。お。いや結構すごい。いや結構これすごいことになってると思います。これ偉いことになってる。二分一相当引いてるよこれ。いやめっちゃ滑ったもん今。あ、マジっすか。いける。あー。1個目、何が出てくる。めっちゃすごい。アークセス。おこれ4つ悪くないよ。そうですね、10ゲーム。なるほど、AKB すごい。K すごい、深くなりますね。すごいですね。素晴らしい。 AKB KAKBK って。あ、これも一角じゃんか。これも一角ですか。これは、はい、一角じゃないですね。逆に危ない出目ですね。危ない。おー、すごい。すごいです。 AKK AKB だな。お、すごい。青だから。あ、でもそれでも3つ上がってますね。すごいすごい。あと1回です。まあでも分かんない、どうなってるかも。頼みますよ。 B48! 素晴らしい。全部言った。いけるか兄ちゃん。何をした。何をした。何を。押せねー。めっちゃ怖い。押せねー。押してください。閉店しますよそのまま。泣いてまーす。最後だから。あ、酒飲んで聞いてっかなりたい。いくぞ。はい。あ、揃っちゃった。こうで。なるほど。あ、それでも乗ってたんすよ。ワンスとか2つ飛びましたね。すごい。いい勝負、いい勝負。すごいです。これ分かんないっすか。分かんない。分からんよな、これ。これ分かんないです。まだ分かんないです。いくぞ。はい。合計発表やな。はい、はい、お願いします。いただきます。お、来た。
来ましたよ、はい、チームサプライズコンボが1つなので、はい、今節まず100ゲーム100、はい、よし、はい、100で SKE48 で下克上チャンスが4つなので、うん、平均50として200ゲームですね。あ、なるほど、300、はい、でミックスチャンスが、2個あるので平均100としたら、200ゲーム200、はい、500ですね今、はい、で NMB48 てっぺんチャレン下克上チャレンジが、はい、4つなのでこれも平均50として200ゲームです。ほう、700ということは神曲クラッシュが30ゲームなので合計で730。開始何倍やった？870。結構負けてる結構負けてたということで最終対決はアニメチームの勝利。諦めたらそこで試合終了ですよ。いや、ねじ込んだ、ね、お前いっぱいしただけやな、ということでね、勝利チームには商品券プレゼントします。ありがとうございます。ほんまに入ってますんで、これほんまです。あ、本当ですか。結構重いです。うわ、本当だ、本当だ、本当です。あ、すいません、ありがとうございます。旦那先生いいんだマイプッシュな、これやめてください。やめてください。平山どうでした？まあ、うちは70ゲーム乗せただけで終わっちゃったんですけど、うん、吉田さんと最後のカイジさんのすごい上乗せが、うまいね、はい、うちらもホールでできたらなと思いました。あれでも何時間かはもう安泰やもんね、はい、ホールやったらね。本当に上乗せ対決で吉田さんの数字が出た時にまだ僕どんな自分なんだっけみたいな、もう忘れちゃってるぐらい興奮しちゃって。そうやね、はい、でも本当にホールで皆さん楽しんでほしいですね。本当に最後ちょっとええ勝負になりました。はい、安西先生どうですか？僕はもう出たらホールで打ちに行って、うん、もうこのこちらをですね左手を常に添えながら右だけじゃなくて、そうですね、左手を添えながらやってます。その時は声かけてくださいぜひとも、ね、というわけでブラマヨ吉田の崖っぷち特別編パチスロ AKB48 バラの儀式、この台打たないなんてどうかしてるぜスペシャルでした。さよなら、さよなら。